ドコママつなぐ子育てステーション、いろんなジャンルの専門家と子育て世代をつなぐ情報番組、愛媛の子育て情報誌ドコママプラスとコラボしてお送りしています。今月のゲストはオーロウォーキングスタジオ代表の犬飼い奈穂さん、そしてその生徒さんでいらっしゃいます中道典子さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、先週はゆるくウォークのその緩めるという触りだけ教えていただいたんですけれども、その前回の復習も含めて今回は座ったまんまでもその正しい姿勢が取れるというところを教えていただこうかなと思うんですけれども、はいはい、どのようにしたらいいですか。はい、椅子に座るときはですね、ついつい背もたれがあると背もたれにもたれやすくなるんですけども、もたれてしまうと腰にかなり負担がきますので、まず腰を起こしたいです、はいはい、腰に手を当てていただいて前に少し押します。押します、はいはい、で腕をだらっと下ろしていただいて、背中の緊張を取りたいので肩を耳元まで持ち上げていただいて手の甲を前に向けます、はいはい、肩と腕を少し前にずらしたら肩の位置を変えずに床向いてストンと落とします。ちょっと猫背気味になると思うんですね。今腰が起きて肋骨がいい位置に来ていますので、このままだとちょっと猫背なので肩甲骨の位置を整えます。腕全体を外に広げます。はい、で肩を耳元までぐーっと持ち上げていただいて、もう体が浮くぐらい伸び上がります。肩と腕だけ後ろに下げて床向いて下ろします。そうですそうです。で腕伸ばしたまま少し胸を出します。で天井を見上げていただいて、はい、耳たぶの後ろに少しへこんだところがあるんですね。そこに左右に棒が通ってると思っていただいて、はい、そこを軸に頭を回転させて正面はで肩上げてストンストンとちょっとなじませてください。はい、はい、で肘の折れ曲がる線が正面向いたまま肘から下を手首を軽く内側に戻してください。はあ、これが正しい姿勢なんですか。そうなんです。へえ。口閉じて鼻呼吸してみたらどうですか。息たくさん吸えませんか。あ、楽。楽です。すごく楽もう思わずずっとこのままなんかゆっくりと痛いなっていうぐらいもう番組終わっていいですかねっていうぐらいなんかすごくこう気持ちがいいですね。楽な姿勢ですね。そうですね、もう骨盤の上に上半身が乗ってるだけの状態です。はあ、あの背筋も伸びてるんだけれどもしんどくないですよね。そうですね、はあ、肩甲骨を無理やり寄せようとすると力が入るので、ええ、疲れるんですよ。すごくリラックスした感じ。中道さんいかがですか。これ最初やってみた時っていうのはどうだったですか。初めてやった時はなんかすごく不思議な感覚でしたね。どこにも力が入ってないのに姿勢が良くなってるっていうのが、あ、これが正しい姿勢なんだっていうのがすごくびっくりしました。その前のいい姿勢っていう概念がなくなっちゃいましたね。ねえ、でこれすごくこう気持ちいい姿勢なんですけど、ちっちゃいお子さんとかにもなんか良さそうな感じですよね、この姿勢ってね。もちろんです ね、 ねえ、年齢も性別も関係ありませんので、はい、もう子どもさんからご年配の方までいいと思います。どうしてもゲームとかしてると肩が内側に巻きやすくなってきたりとかね、それからお子さん抱っこしていても肩が内側に入ってしまいますけれども、この巻き肩の改善にもすごく効果的です。はあ、今まですごくこう肩こりしんどかったなっていう方ぜひねこれやっていただきたいですよね。でちょっとやり方が音声だけではなかなか難しかったわという方は YouTube ご覧いただいたらもう一つ一つ動きをしておりますので、この YouTube でも確認いただけたらなというふうに思っております。はい、いやこれは本当に小さいお子さん持ってるお母さんにも楽な姿勢というかね、これをすると全然違いますね。全然違うと思います。特に授乳中とかやっぱ赤ちゃんが小さい、お子さんが小さい人っていうのは動けないと思うんですけど、座ってもできるので、もう隙間時間を見つけてやってもらいたいなって思います。ねえ、で中道さん、はい、今4歳の男の子がいらっしゃるということなんですけど、はい、男の子息子さんにも一緒にこうできそうな感じですね。私がやってると真似して見てやったりとかしてますねそうですか一緒に肩をこう
緩めたりとか私は腰痛があるので腰はよく緩めるんですけど、一緒にやってくれてます。あ、そうなんですね。親子間のコミュニケーションにもいいですね。そう、そうですよね、うん、その難しい動きじゃないですもの ね、 緩めるっていうのが多分そういうのを母親がやってお母さんがやってるのを見て、あ、緩んだ緩んだみたいな感じで言ってくれるのですごくいいなって思います。はい、もう親子でぜひリラックスしていただきたいなというふうに思います。今日ご出演いただきましたのはオーロウォーキングスタジオ代表の犬飼奈穂さん、そして犬飼先生の生徒さんでいらっしゃいます中道紀子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この番組とコラボしているドコママプラスの2月号は県下の幼稚園保育園や子育て世代が集まる場所で配布中です。また南海放送の YouTube チャンネルでも今日の放送をご覧いただけます。ぜひ上半身の緩め方皆さんご覧になってください。